ただいま、ランプンで開かれていると言っている龍眼フェスティバルに来てますけども、なんか龍眼の屋台が、残念に見当たらないですね。なんかこっちはこんな菓子の屋台ですね、あっちがパッタイ、つまりタイ式の焼きそばの屋台です、なんか食べ物屋台ばっかりやたら出ていますね。あ、イカ焼きやってますね、こっちは。こんな具合で龍眼どころか果物自体の屋台もなんか見当たらないような、そんな雰囲気ですね。何なんでしょう一体。こっちはなんかカニだとか、あとマンゴー、青マンゴーの漬物というか一夜漬けというか、それ売ってますね。何なんでしょう龍眼、ラブニアイが全然見当たりません。なんかあっちの方は靴だとか売ってるし、なんだかんだいろいろ揚げ物とか菓子とか、あ、ここも揚げ物ですね。あ、昆虫屋台がありますね、バッタとかイナゴとかカイコのサナギとか、サソリは今日は見当たらないかな、天米式のソーセージですね。こっちはまたバッタイですか。ここはなんちゃって寿司ですね。タイ人は生の魚を食べる習慣がないので、どうも日本の生寿司みたいなのは受けないみたいです。なんかこっちは延々と雑貨が続いてるみたいですね。雑貨とか、あそこは T シャツかな、センスが良かったら買ってもいいんだけどな、どうでしょう、なんかいい、中にはいいのもあるかな、後で見ましょうまだまだ延々と続く雑貨屋台。ガンラムヤイ龍眼フェスティバルと言いますけど、なんか名ばかりですね。どこまで行ってもラムヤイ龍眼が見当たりませんね。何なんでしょうこれ。あっちは子供用の遊戯施設ですね。移動式ですけど、靴屋さんがあって、なんか子供服ですね、ここは。龍眼見当たらないですね、ペットショップですね。小鳥とかうーさーぴょーんとか、なんかモコモコで可愛いですねでもうちは猫が結構お隣さんとかからも来てますので、ちょっと飼えないですね。あ、ようやく龍眼の屋台が見つかりましたね、これ龍眼、タイでラムヤイと言ってる果物です。ラムヤイパンヘーン、ヘーンなんて初めて聞きましたね。右のやつはビアオキアオですけども、まあこれは有名ですね、ちょっと緑色っぽくなってて、それがキアオ、タイ語で緑色ですけども、そういう風な意味合いになってます。こちらは伊豆スイチョンプービアオキアオですね。スイチョンプーというと
タイ語でピンクという意味ですけども、果肉がややピンク色っぽくなってるのでそういう名前があります。あ、こちらでは珍しいですね。ポアントーンがありますね。ポアントーン、金色の房という意味ですけども、割と暑さに強い品種ということで知られています。この奥のカゴの中に入ったやつですね。ちょっと光の加減で暗くなっちゃってますけど、そういうやつです。なんかちょっと龍眼フェスティバルという割にはがっかり感が目いっぱいって感じでしたね、今回は、うん、また機会を改めて来ようと思います。